もし興味がございましたら、私のあのノエマクロビーチャレンジ、でインスタグラムで毎日どんなものを食べてるかっていうのをあの日々綴っておりますので、あのぜひぜひ見て、あなんか簡単そうって思ってくれたら、結局あの肉を抜くだけなんですよね。まあ本当は意味を考えていろいろ食べないといけないんですけど、ちょっとそこまでまだ頑張ろう、頑張りますです。はい、本日今朝はヌジャベスというね日本のアーティストなんですけど、とっても素敵な DJ だったんですが、あの若くして亡くなって、本当に惜しまれてあのいる DJ でした。今でもねみんなすごい好きで、多分ヒップホップ好きな子、ね、音楽ダンスシーン好きな人、ヌジャベスのことみんな好きだと思うんで、ぜひみんなもあの時間があったらいい時に聞いてください。ということで今日も張り切ってやっていきましょう。でね、あのぜひあのこの瞑想終わったらね、お茶湯絶対飲んでくださいね。あの体ゆっくり、せっかく呼吸がきれいになった後はゆっくり体にデトックスしてください。またね、手と手こすりながらゆっくり顔を包んであげ、そしてね今日は耳を人差し指中指で挟みながら耳揉んでいきましょう。耳もね人差し指中指で挟んで上下上下に動かし、そして親指と人差し指で揉む、耳を揉む。耳なんかね、耳かきぐらいじゃないですか、触るとしたら。本当に揉んであげましょう。耳もすごいツボがいっぱいあるんで揉みましょう。はい、そして今日はちょっと眉毛、これもつまんでピンチピンチピンチ、つまんでつまんで、眉頭みんなね目すごい使ってるんで、どうしても眉間にねこう寄りがちじゃないですか。もうね眉毛結構ツボなんですよね。眉毛もね痛くないですか。痛いですよね、眉毛痛いそう、これ。はい、で鼻の脇、これねグッグッグ、鼻の脇から頬骨の下、これ押してってください。はい、ゆっくり、はい、ゆっくりゆっくり押して押して押して、はい、耳の下まで。そして顎の顎関節の下ね、ここグーッと押して、そこから首に流していきましょう。首筋から鎖骨の下まで、鎖骨の下人差し指と中指でゆっくりさすりながら、はい、さすってくださいね。鎖骨の下、ここねリンパのツボって言われてるんで、ね、デルーチェのマッサージ受けた方は皆さんご存知ですよね。はい、そしてまた反対の鎖骨の下、キュッ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 と行きましょう。はい、そしてこの肩筋ね、ゆっくり揉んで、で肩の揉んで、はい、そしてこめかみグーにして、グーの拳でこめかみをぐる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 してあげてください。そのぐるぐるしたグーで今度頭頂、ぐる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 
してぐるぐるしたこの手でね、顎を上げ、そして顎の下からグーでグッグッグッ首を押す、グー、はい、そして首から胸を通り、い、そしておへその下、ぐる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 、はい、そして脇、両脇揉んでいきましょう。両脇揉んだ肩から太ももさすってリンパ流していきましょう。そしてね、背中もグーで上下に流していきましょう。そして足、このまま流し流し、右足も流して流して流して、足つぼ、足の裏ゆっくり押して、足指一つずつ揉んでいきましょう。できた肩からゆっくり戻り、骨盤をね、あぐらをかいて、お尻の肉をかき分け、骨盤をコンセントのようにね、ぐっと刺して床に、両膝、両手のひらを軽く乗せ、そして鼻から吸って、鼻から吐いて、鼻から吸って鼻から吐いて、鼻から吸って鼻から吐いて、鼻から吸って軽く後背を垂れ、吐きながらゆっくり前にゆっくりゆっくりお辞儀していきましょう。ゆっくり首から肩、背骨がゆっくり丸まるイメージで吐いて、吐き切った肩から吸いながら仙骨からゆっくり一本ずつ立てていきましょう。ゆっくり次右に首を倒し、右の手を遠くに歩かせ、吐きながら倒し、吸いながら戻し、吐きながら左に、左の手どんどん左に倒し、そして右手、反対ね、反対の手をどん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 歩かせ、そして首筋伸びていく感覚つかみましょう。そして吸って戻し、吐いて、ここから軽く集中して瞑想していきましょう。吸って吐いて、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 
私がこうどん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 こう瞑想に、皆さんね、吸って吐きながら聞いてもらいたいんですけど、瞑想にスパッて入るっていう瞬間があるんですが、そういう時のイメージなんですけど、吸って吐いてどん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 下に下に落ちていくイメージ、そこの、そこの方にこう湖をこういつも意識して、その湖の中にこうどん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 降りていくイメージなんですね。意識をどん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 その湖に、湖にこうどん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 深く深く入るイメージで、吸って吐いて、そうするとストンって入る瞬間があるんですよね。何にも考えられない、その一瞬がすごい長い時とスッと終わる時とあるんですけど、その一瞬の時に入ったって、それがちょっと私の中でこう瞑想にものすごく入ってる時なんですけど、ゆっくりね、それをちょっと意識してしながら、ぜひ皆さんも吸って吐いて、ゆっくり自分の意識を、私はもう必ず体の真ん中にこう線があると思って、その線をゆっくりゆっくり仙骨からゆっくり地中に伸ばすイメージで、吸って吐いて、その仙骨から自分のパイプがゆっくりゆっくり伸びていくイメージで、吸って吐いて、吸って吐いて、その地中のね、奥の部分に湖があるっていうイメージを持つんです。そこで吸って吐いて、どん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 自分がそのパイプを伝って、どん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 降りていくイメージで、吸って吐いて、吸って吐いて、自分がその湖に入った瞬間に波紋がスッとできる。吸って吐いて、よく瞑想で言われてるのは、そのね、自分の泉があると言われてます。その泉、この私は湖をイメージしてるんですけど、その湖は全く波風もなく穏やかで、コンコンと湧き上がる、そういう泉があると言われてます。そこにいると安心して、何もかも不安もなく心配もない、そういう今日、そういう部分に本当は本来の私たちはいると言われてるんですね。この泉から離れて、表層の部分でこう忙しく
動いてたりとか、いろんなことをイマジネーションするんで、どうしてもそことつながってないって言われてるんです。なんでゆっくりこの吸って吐いて、そのね、自分の泉にどん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 深く深く入って、そしてその泉にをね、想像できた方からゆっくりその泉は何にも波もなく、そしてずっと湧き上がり、自分が全く心配のないそういう世界の中で守られ生きているんだと、じわーっと実感してもらいたいなと。吸って吐いて、すごく簡単なことなんですけど、これすらもやっぱり苦しくてできなかったりしてる間も、いろんなこと考えてしまったりね、呼吸が浅くなったり、それでも全然大丈夫なんです。本当に一番大事なのは毎日毎日小さいながらやっていくこと、その積み重ねが本当に大きな階段になって、自分が振り返ると登ってたってことに気づくんですよね。とローマは一日にしてならず、もうね、うちのセミナーの受けてる方は本当に散々聞かされてると思うんですけど、本当に小さいことから積み重ね、これがね一番最短で本当に一番近いゴールの生き方なんですよね。本当に小さいことなんですけど、今日ね一日、昨日とはまた違う一日で、今日はまた違う道を通り、違うものを食べ、本当に今日ちょっと違う行動をぜひしてみてください。ということで、それでは皆様、今日もものすごい良い一日をお過ごしください。モーレー、今日も素晴らしい一日をお過ごしください。モーレー。